じゃこんにちは。はい、豊さん、日本シリーズまた熱い戦いが続いておりますね。第4戦、第5戦じゃなかったっけ。第4戦か、まだ第4戦か。まあ今日もスタートから見ていきたいんだけども、まあもう全く変わらないね、書いたのもこれは書き換えるんだけど、小の字を石に変えただけ、小川同士から石川に変わっただけ、川も同じでした。そう、川も同じね。もうこの布陣で、まあ本当に不動で戦えるヤクルトの強さっていうのはあるよね。右も左も全く関係なくこのメンバーでいけるということで、オリックスの方はちょっとやっぱり迷いがあるかなっていうところで、今日は T 岡田を5番ファーストに入れてきたということね。で、まあキャッチャーはピッチャーの加減で変えるということで、今日は若月で山崎、総一郎君が投げるということでね、まあちょっと変えてきたけども、まあ見どころといえば、まあ 1、2 番が機能するのか、で吉田、杉本の前にランナー出れるのか、でこっちは中村。で両外国人の間に挟まってる中村がどういう仕事をするのか、まあ注目だし、まあ、石川がどんなピッチングを見せてくれるのか、もうこれも大注目だね。ということで今日の先発ピッチャーというか、まあ、ちょっと振り返りをね、ちょっとしたいと思うけども、結果は2対1でヤクルトが勝った、石川勝ち投手だ。ね、素晴らしかった、ね、そのピッチャーをちょっと見ていきたいと思うんだけども、ヤクルト石川、ね、立ち上がりベテランらしく非常に落ち着いている、何が日本シリーズなのっていうような、もう威風堂々としてる、球遅いよ、マックス134キロぐらいだから、でも自在に球を操っていたという、もう本当にね、もう石川はさ、俺大好きなんだけど、そうですよね、ピッチャーとして、で人としても大好きなんだけどね、まあ本当にボールを操るというか、決してなんていうの、気負わないというかね、まあそういうところがなんか石川の素晴らしいところだし、常に冷静で、常に頭が動いているということ、回転をしている、自責点ゼロ、もう6回を完璧に抑えたという、まあ味方のエラーでね1失点もするんだけども、まあこれはもう石川の責任でもないし、もう本当によくゲームを作ってくれたよね。それとやっぱりオリックスの方は、石川というこういう左ピッチャー、こう南東派っていうのはパ・リーグにはあんまりいないタイプなんだよね、だから非常に手こずってた。一方山崎、立ち上がり落ち着いてるようには見えたけど、球が若干高いなっていうことで、球の力は感じてたんだけど、まあそうこうしてるうちにこうホームランを浴びるという、サンタナにね、浴びて、でもうまくその後修正してフォークボールも落ちるようになり、まあ修正能力が高いなっていうことは感じさせてくれたけどね、だけどもったいなかったな、ホームランが。変化球はね落ちなかったんだよね、だから力んでたっていうかね、まあ多少力も入るわね、それはね、でも見事だったよ。試合を振り返っていきたいと思うんですが、まず2点サンタナのホームランで先制。まあやっぱりさ、昨日の試合を見てると、昨日は何打ったか覚えてる？サンタナスライダーを打った、今日まっすぐなんだよね、やっぱりね、こうやって試合っていうのは続いていくし、打席っていうのは続いていくんだよね、サンタナの頭の中でも変化球は今日はないんじゃないかなっていう、少なめなんじゃないかなっていう感じではあったと思うんだよね、高めに浮いてきたまっすぐを見事に捉えたよ、これも右方向に捉えたということね、で石川がもう快投ランマー、球を操りながら6回に行く、で6回西ミスから同点ということで、これちょっと図式するとね、どういうミスかというと、ツーアウトで福田がランナー一塁、ツーアウトからヒットで出たんだ、福田がね、で宗西フルカウントになる、自動的にこう福田がスタートするよね。でその時にオスナが一塁についてるかどうかっていうのが非常に問題だったんだよ、俺の中ではね。で後ろに下がってたらいいスタートも切れるし、一気にホームに帰ってこれるっていう宗のこのヒットで、可能性があったんだよね、でもオスナがファーストについてて福田のスタートをより遅くしようとして、一塁についててくれたんだよ、そしてライト前に打った、サンタナがポロッとジャックルをした、それを見て福田はサードランナーコーチの言う通りにサードを回った、よーし、サンタナはどうしたか、はい、セカンド投げちゃったんですね。投げましたね。この西浦もびっくりしてたんだけど、誰に投げたかったんだろうみたいなことに。これがやっぱホームにつなぐと、ホームはクロスプレーになったとは思うんだけども、はい、完全にさせたかどうかっていうのは分からないけどもね、タイミング的には、はい、でもまあチャンスはあったと思うんだよ、うんね、だけどこっち投げちゃったからさ、うん、まあ1点を失うことになったんだけどね、はい、まあこれはもうしょうがないな、こういうエラーが出ちゃったら、うん、でも2アウトからの得点、はいね、もったいないよね、うん、で6回、はい、今度はヤクルト西から勝ち越し、はい、こちらも2アウトから、これはねすごかったよ。ノーアウトランナーで出るんだよね、はい、山田が、うん、でフォアボールで出るんだよ、はい、そしたら次の村上がファーストに強烈なライナーを打って、うん、そうですよ。そうそう。でもあれはちょっと帰れっていう方が飛び出せないっていう方が酷で、でゲッツーになっちゃったんだよね、はい、やっぱね強いチームの特徴だね。そっからだよ、うん、サンタナがフォアボール、はい、中村がライト前でつなぐんだよ、うん、でオスナーの時に手を打ってきた比嘉というピッチャーを、はい、で比嘉っていうのは昨日その前ってすごく高騰してるんだよね、うん、でオスナーにぶつけてきた、はい、でやっぱ外国人だしああいう変則が苦手だということで、ぶつけてきたんだと思うけども、うん、やっぱ見事に対応したね、うん、でセンター前に打ってサンタナのミスをオスナが返してくれた、うん、この一体感がねすごい素敵なんだよ、うん、やっぱ外国人がやっぱミスしたらやっぱこう気持ちがこう落ちるというか、うん、モチベーションも下がるというかさ、はい、でもなんかオスナの顔見てるとさ、サンタナがセカンドランナー絶対返してやろうっていうなんかそういう気持ちが現れてたんだよね、うん、だからそれにすごく一体感を感じてチームの、うんはい、ああヤクルトっていいチームだなっていうのをすごく感じた、うんうん、で8回9回ねヤクルトの勝ちパターン、はい、清水マクガフ、うん、まあ、マクガフは今日もランナー出したんだけども、はい、清水も出したけどね2で打ち取ったりだとか、ようやくこの2人の勝ちパターンでゲームを締めることができたという、はい、だからヤクルトにとっては素晴らしいゲームだったし、まあ、オリックスにとってはちょっと物足りないというかね、うん、ちょっとバッティングが低調だなという、特に5番以降、うんはい、が全くこう機能しないというね、うん、なんか苦しさがあったゲームだったね、はい、で得点の直後の守備は超重要ということで、はい、これね昨日もそうなんだけどさ、はい、これ昨日のちょっとほじくり返して悪いんだけども、はい、これねまあオリックスが初めて先制するんだよね昨日はね、うん、そしたら逆転されるという、うん、まあここまではもうしょうがないわ、はい、ミスもあったし、はい、ほんで同点に追いつく、うん、勝ち越した、はい、すぐ逆転される、はいここなのよ問題は、うん、で逃げ切られるという今日もそうなんだよ、同点にやっと追いついた、はい、相手にミスだったかもわからないけども、もうとりあえず追いつくことができた、その直後に2アウトになりながら1点を失う、守りきれず、まあこれはね、うん、やろうと思ってやってるわけじゃないよ、うん、でも明日も試合がある、オリックスがヤクルトに勝とうとするんであればよ、うん、得点した後は絶対ゼロに抑えないとこれはねシリーズを失う、もうその得点で追いついたりしたことを帳消しっていうよりもさらに良くないということですかね。流れをせっかく引き込んでるのに、うん、すぐ渡してしまう、うん、すぐ渡してしまうっていうことはヤクルトにとっては、うん、勢いが逆に増すということだよね。だから、うん、もうとにかくその今年の日本シリーズっていうのは素晴らしい試合をやってるオリックスもヤクルトもね、はいうん、すごく楽しませてもらってるんだけども、はい、オリックス側に立ってみるとね同点に追いついた後とか、うん、特に点を取られてる、それを必死でみんなが全員が意識して取られないようにしたらさらに面白くなると思う。でヤクルトはなぜ3勝できてるかというと、はい、早めにやっぱり返してるんだよ点を。そうですね、うん、もう相手に流れを持って生かしきらないというか、そう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 、うん、だからそこのせめぎ合いがヤクルトが制してるから3勝になってるんだよね、うん、だから明日の試合オリックスは点を取った次の回は何人ピッチャー使ってもいいから延長12回考えない、何人使ってもいいからゼロに抑えるぐらいの意識を持って戦うともっと面白い日本シリーズになるかなという、うん、もう1点差もう後がないからね、そう続いてますよね、うん、そうだね、うん、でもこのまま終わるっていうのはなんか寂しいし、うん、でも選手のことを考えるともう終わってもいいかなっていう、もう本当にヘトヘトだと思うんだけどね、はい、まあはね、ここに来ての3連戦ですからね。そうね、まあまあ明日オリックスが勝てばほっともっとというか、神戸に帰る、まあ寒い中だけども、まあ神戸に帰れるというね。ヤクルトはもうここで一気に決めたいと思うよね。思いでしょうね。そうね。でも今日はまあ申し訳ないけど、俺石川のファンでね、だから素晴らしい投球を見せてもらって、まあやっぱピッチャーってコントロールだし、やっぱ気持ちだなっていう、向かっていく気持ちだなっていうのをすごく感じた。はい。ね、また石川に勉強させてもらいました。かっこよかったですね。かっこよかったね。はい。